ただただのサッカーオタクっていうことであのいつ決めたか全然覚えてないんですけどあの昨日の夜までまさかとは結構バトルしてて「あ本当に行くの本当に行くの?本当に行くの」ってずっと言,っ言われてたんですけど、まあ、行ってきちゃいました、ね。お土産いっぱい買ったんだけど <laughs> なん,かなんか何かが漏れ出しちゃって。 あの今全部ベタベタだからちょっと持ってこれないでもないろいろ買ったえ,え,え,えびせんべいとかえびの炊き込みご飯とかかっぱえびせんとかえびせんとかあもう一個買った何買ったかちょっと覚えてないけど <laughs> あポテトです <laughs> そうみんなにお土産、えー、みんなにお土産ちょっと勝ち点3をお土産として持っていくかで悩んでたんですけどちょっと残念 <laughs> 今日富山に行くか悩んでたでもグラサポいましためっちゃグランパスのキーホルダーついてる方いたから東京から行ったのかな中坂は本当は東京の東京のっていうか役場に乗って富山に行こうと思ってたんですけどあの買いそびれちゃったので一回名古屋戻るのが一番安いの宿泊するのもお金かかるしあの北陸新幹線で行くのもお金かかるので一、まあ、回名古屋戻る方が一番安いかなと思って一った名古屋戻ってきて。 早朝バスで行きましたあババシャツが見えちゃうわおほほほ恥ずかしいはいどれくらい時間かかるの三時間半くらい <laughs> まあそんなですよねなんか 合計この2日間で合計12時間くらいバス乗ってたんですけど1 2三3時間くらい乗ってたんですけどあのーまあ、ここだけの話あの19歳にしてぎっくり腰やってる腰痛持ちアイドルなので結構しんどかった <laughs> なんかさ途中でこうバキバキってやるのもうなんかさ聞いたことない音聞こえたもんねバスは、まあ、別に嫌いじゃないけどあんま好きじゃない なぜなら時間通りに着かないからまあ交通状況的にねしゃあないんですけどもうその話もしたい <laughs> みんなには今日いろんな話を聞いてほしいなと思いますまあ昨日も渋滞に巻き込まれてなかなかね東京に帰れなかったんですけれどもあの今日は <laughs> もう今日いろいろあったからちょっと聞いてほしいんだけど <laughs> 帰り帰りの帰りにね 富山駅までの直通バスが出てるっていうのをアナウンスで聞いてたの。でもう岐阜の席からモニターまでが遠すぎて見えなかったの地図がね。だからまあいいや係員さんに聞きながら行こうって思ってたんだけどなんか係員さんたちの多分すれ違いとか私の伝え方も悪かったのかもしれないんだけどなんかあってなんかあっちにありますみたいなあっちにその臨時の直行バスがありますからあともう時間ないんで急いでくださいって言われて。 あの爆速でそっっち向かったんですよでこのバスですみたいな案内されたと乗ったらで「すねで違うバスだって気づいて降りるじゃないですか」で降りてまた別の方に「あの直通バスってどこですか?」って言ったら「あっちにあります」ってさっきまで私がいたところを指さされて「あそうなんですね急ぎます」って言ったらいやもう。 今行っちゃいいましたたた最後のって言われて終われ終たみたいなえじゃあ帰る方法ありますか?」こっからみたいな <laughs> 聞くじゃん普通に「えこっから帰る方法ありますか?」って言ったら「いやもうタクシーしかないですね」って言われても普通に富山駅からその競技場まで3 4 0分くらいバスでかかったの。 3 4 0分の距離をタクシーで帰るってなると、まあ、普通に莫大なお金かかるじゃないですかでしかも試合直後なんて道大渋滞だから終わったと思ってもうどうしようってうとりあえずもうままさかに電話して「うどうしよう」みたいな「なんかバスもうないらしい」みたいな <laughs> なんかもう中坂はもうそういう危機的状況になるともうすぐ泣いちゃう人なんですよどううしようみたいな 泣くなって言われなが <laughs> らなんか一旦調べなみたいな路線バスあるかもだから一った調べなって言ったらその路線バスに乗れば帰りの予約してる高速バスにも間に合うってなったんだけどもうスタジアムから富山,まで行く富山駅まで行くもうこの,この間の道がもう大渋滞。<laughs> あのね次の駅とその富山県富山県総合運動場みたいな駅だったんですけどからその次の駅まで230分くらいかかったんですよ。次のの駅にに行くのにだよ体感2 3 0分くらいかかってあもうこれは間に合わないかもしれないと <laughs> 思って<た> <laughs> 駅を出発した時点で私の。 えー、予約ししてるバスまで1時間かかなかったのねで通常なら、まあ、230分で富山市駅までは着くんだけどその230分かけてまだもう全然次の駅とかだったのあそう停留所か停留所バス停バス停,バス,停バスで帰ったのでであもうどうしようどうしようみたいな <laughs> もうなんかでいろいろ考えてたの今撮ってるバスをあのー、もうキャンセルして次の時間のバスを撮るおはもう 北陸新幹線を使って敦賀まで行って敦賀から米原まで行って米原から名古屋まで帰ろうかなとかもうすごいいろいろ考えてたんだけどそうもうなんかもうどうしたらいいか分かんなくてもうずっとバスの中で「お願いします私のバスの発着までに着いてください着いてください」ってずっと祈ってたのねそしたらマジ奇跡 <laughs> マジ奇跡。 間間に合間に合合っっていいやたたみなでもそっから3時間半だからみたいないろいろ買いに行きたいじゃないですか飲み物とか食べ物とかもうお願いだと思って一か八かでいろんなとこ行ってたんですけどそしたらその間におお土土産産の袋に穴がが開いちゃってバーっててバ散ります私余分な袋も何も持ってないから終わったと思ってもうなんかもうどこにも行く余裕なくこう。 荷物,をその荷物っていうかお土産をもう手でこう抱えながらそう <laughs> バスに <laughs> 乗れたの奇跡的にね。でなんかどうしようこんなはちゃめちゃな荷物持ってさ隣の人にも絶対迷惑かけるわって思ってたら隣がいなくてたまたま。でなんかもう隣の人の席使って荷物をどうにか詰め込んで。 なんか私ユニホーム持ってく時に袋に入れて持ってくからその袋にもとにかくお土産を詰め込んでどうにか帰ってこれました本当に面白い一日でしたうわー <laughs> なんか運がないように見えて本当に運がある人間なんですよだって電車が3時間遅延した日だって帰り道国立から,帰,られ帰れないかもしれないって頭が真っ白になった日だって。 までバスの中に3時間4時間閉じ込められた日だって今日だってだって無事に名古屋まで帰ってこれたんだよその日にだからなんか運がないように見えて本当に運がいい人間なんですけれども今日もはちゃめちゃがありました <laughs> そうなんですあのまあ多分一応今年遠征は残すトこれ1個くらいなのでそこは 多分何もなく行ける新幹線さえ止まらなければ何もなく行けそうなのでまだない,いんですけれどもまあなんやかんやで私も楽しいサッカーをサッカー人生を。長、ね、坂があのー どうして当日に帰らなきゃいけないかっていうと、まあ、まあ一番は宿泊費がかかるのが結構辛いからなんですけど、まあ、大体次の日にもお仕事があってもなんか別にそれがなんか大丈夫な人だから中坂はあのー、だから前日のそうだからこの前の国立行った日も国立の次の日朝の8時から仕事8時半からお仕事だったのねだからもう夜行バスで帰るなんてもう無理だったわけ。もう絶対にに何何が何でもその日の日うちに帰らないと メイクして8時半集合だったからもう無理じゃん <laughs> 何が何でも帰るぞみたいな気持ちだったしそうそう <coughs> だからあのー、そういうマインドどうにかいつも帰る絶対に何が何でも帰るぞっていう気持ちで生きてますだからまあ皆さんも <laughs> 気をつけてくださいはい なんととか昇格したのででおめでとうございます横浜 f や長崎さんも健闘大健闘でしたけれどもねちょっと終盤ちょい前くらい新スタになるちょい前くらいに一回失速してしまって逆にその間に横浜 FC がもうバンバンでしたからもう個人的には去年 J3FC 岐阜に所属してた村田東真選手が来年 J1 で戦うのかなって思うと結構熱いですね。個人昇格がすごすごぎて 素晴らしい <laughs> 結果往来イ本当に沖縄本当は今日明日違う昨日今日行かずに沖縄に行く予定だったんですよ私の中では <laughs> そう私の中ではねそうなんですでもあの いろいろ話し合った結果も、まあ、まさかと沖縄はやめましょうっていう話になりましてあのー、でまあ本当は富山も鹿島もやめてほしいって,言わ,れて言われたんですけど沖縄諦めるんだからこっちは行かせてくれて <laughs> 沖縄諦めるんだから行かせてくれって <laughs> いう話になってでなんかじゃあどっちかにしてほしいみたいなせめて鹿島か富山どっちかにしてほしいって言われて。 あのー、で気持ち的には富山に行きたかったんですよなぜならもう岐阜の試合は富山が最後だったから私が行けるもうプレーオフも含めて私はもう行けないのでもうこの富山を逃したら岐阜の試合今年行けないから富山に行きたかったんですけど鹿島のチケットも取っちゃってたんですよ <laughs> だからあのー、まあ結果オーライ結果2つとも行くことになって結果オーライみたいな。 という感じでした楽した楽かったです <laughs> はい沖縄はさすがにね2泊3日くらいで行こうと思ってたんですけど残念沖縄は結構早い段階で諦めろって言われたのでまあ諦めてたんでそうあチケットはあのあっちですバスのチケットバスと新幹線はもう抑えてたのですよ 鹿島,の鹿島のバス撮れなかったら結構積むなと思ってたからめっちゃ早く撮ってたのだからそうなんですまさか心配させすぎいやもう本当に間違いないのではい沖縄は11月2十。日 24日曜日だった気がする鹿島も富山も日帰りでいやー今日の試合は本当に勝ったと思っていたんですけどやっぱ油断したのがダメでしたねもう本当に最後の最後のプレーでひ膝から崩れ落ちました。 やばいヤフココになたたらししいコメントしたの私ですやばいなんかさなんか初めてこう自分単体の記事みたいないつもはほののさんが載せてくれるやつほののさんのインスタのあれに中坂もいつも載せてもらってたからなんかほののさんメインのコメントばっかだったわけよだからなんかこう自分だけで載るなんて初めてだったほぼ多分きっと <laughs> だったからなんか面白すぎてずっとコメント読んでたんだけどもういろいろさ かがれすぎて面白すぎて大爆笑でした。アディショナルタイムでの失点は痛いったいやマジああ九十分プラス八ってなんやねん、えー。最終戦も引き分けに終わってしまいました。土岐さん J 三じゃないですか来年。<laughs> 見ちゃだめ。 なんかなんか中坂いつもぼっちなんですけど <laughs> 中坂いつもぼっちなんですけどなんか「これ人言ってるんだろ」みたいな書かれてなんか「は?」って思いました <laughs>、はい、今日だって岐阜が点決めてみんなが周りが全員ハイタッチしてる中一人だけハイタッチする人もいないから <laughs>「イェーイ!」みたいな本当にさ なんか本当に来年は絶対に誰かも一緒に見てくれる友達を作りたいって思いました本当になんか一点目決まった時になんかもう本当にみんながイエーイみたいな仲間内でイエーイって盛り上がってるんですけどイエイエイエーイみたいなそうなんか結構距離あったのい,どんいろんな人と距離があったからなんか別に行けなかったしそうでも二点目はなんか来てくださったからあイエーイみたいなあったけど 1>, <あ>の <laughs> 1点目の気まずさをもうマジでみんなにさ体感してほしかった <laughs> でも本当にまなに、ま、グランパスはあの一緒に見てくださる方がいるのであの喜びを分かち合っておりますけれども岐阜は大体いつも一人なのでホームもホームはんか特に一人だしアウェイは。 んと奈良はままさかと言ったけどそう金沢は一人、まあ、金沢は0-0だったので喜び合うしかなかったんですけど <laughs> そう,そう,うん <laughs> マジでどうしたらサッカー友達ができるのかかメンバーをもうめっちゃ引きずり込みに行きたい。 引ききずり込みに行きたいいやばいねね発言が、ね、アウトですねでもなんか今日なんか趣味の YouTube 上がってたじゃないですかみたいななんかガチャガチャのだからダメですかサッカー観戦ガチ勢のによるサッカー観戦叩き込み講座はダメですかあハイタッチポーズで練習相手になってくれますか嬉しい嬉しいそれで告知しようかな「中坂とハイタッチしてくれる人募集中」みたいな <laughs> そう。 <laughs> そうそうなんですよでもなんかなんやかんやですごい楽しい作家 2日間でしたでも皆さんにはすごいあなんか今日の今日のとか昨日もそうなんですけどたくさんなんかコメントとか頂い,い,いてなんかすごいよとかなんか2日間はやばいとかなんかたくさん皆さんに言ってもらえてなんか嬉しいなって思ったんですけどなんかあくまであのー、本当にあくまでただのサッカー観戦大好きオタクなので多分来年はこんなに行かせてもらえないんですけど。 もう来年はもうちょっと抑えようねみたいな来年はもうちょっとや、あのー、行くのを考えようねっていう話し合いをしたので多分来年はここまで行かない今年でもそんな上行った記憶ないんですけど新潟と金沢と奈良と川崎と町田と川崎と町田と,と,町田と横浜とアウェーじゃないけど国立と茨城と富山なんで、まあ、9か所。 九か所しか行ってないんですけどなんかもうちょっと減らしてくださいって言われたのではい、いい減らしていきたいと思まそう, <coughs> そうなんかでも何気に富山も茨城も初上陸だったんですよだから。 あのこあれ作りここにこう四十七都道府県のなんか地図貼ってさったけんこう一発全部塗りつぶしていきたいよね。<laughs> そうそう。あもう無茶は何もしてなくてなんかもうむしろなんかすごいこうサッカー見に行くとこう中坂のママサカにも言われたんですよなんかサッカー見に行って疲れてなんか明日から何もしないとかだったらさすがに止めるけど。 あのサッカー見に行って元気になっちゃう人だからなんかむやみやたらに止められないみたいな。サッカー見に行かないと元気なくなっちゃうからむやみやたらに止められないって言われて <laughs> そう。だから、あの、むやみやたらに止められないようにいっぱいいきたいと思います。そう 選べませんよグランパスか岐阜かなんて選べないだから同一カテゴリーに来たら本当にどうしましょうって感じなんですけどそうなんです パパなんか言ってるパパには内緒にして今日言ってたんですよで、あの見てーひるがの高原って <laughs> メールしてえ、仕事ってきたからいやサッカーへえって内緒っていうかなんかわざわざ言ってなかったわざわざ言ってなかった <laughs> まあ、まさかにはもう全部そう相談してるんですけど あの来週の大宮アルディージャ戦はあの SK 普通にホーム最終戦で SK 来場ありなのではいしかも応援隊の2人とここちゃんとおしりんさん結構熱いメンバーですよねでもみんなにはちょっと名古屋オクスにも来てほしいのであれなんですけど今日またかかったですね そうなんでライそうじゃんオーミーアルディージャって書いちゃったけどダメだね RB オーミーアルディージャって書かないとねもう名称変わったよね汗汗、はい、明日からまた暖かくなるらしいので嬉しいですひめたん綺麗だっ,た姫たんなんだっけ連載おめでとうお疲れ様よかったよ 可愛かったよイベント。オッケー、席取りましたさすが、ありがとう。これは岐阜のユニです。誰のユニでしょう?。 そうなんです11月なのに夏日らしいやば <laughs> 似合うでしょ緑がなんかこの2日間通して感じたことは家がめっちゃ綺麗になったことやっぱ私がいない方が家が綺麗になる <laughs> なんかすごいまま坂から感じます散らかさないでよみたいな うん、ホッケー見に行けなくて悔しいからホッケーでも食べときます食べときましょう <laughs> あのホッケー食べてあの勝利祈願してください名古屋オクスの侍ジャパン見に行ったのいいですねふいちゃんも昨日行ってたもんね今日はちなみに5時起き <laughs> 今日5時起き 侍ジャパン行ってる方多い結構すごいよねバスはなんか全然寝れなかったの首痛すぎて寝れなくて、うん、何してたんだろう帰りはもうずっと SNS 用の写真を選んで加工してた ちょっと寝寝たけど1時間も寝てない <laughs> 私の睡眠時間返せってまあ、まさか,から LINE が来ましたまあ、まさかさんはもう本当にあに「ごめんなさい」ってこの2日間せっかくの休みだったのに長坂が奪いましたほぼゆったりシートでしたねゆったりシートだったのかな <laughs> なんかよく乗るタイプのバス よく乗るタイプの高速バスって感じうん推しチーム2つは大変だなということででも楽しさも2倍 <laughs> わーとか言うとみんなにもさじゃあ僕も推しメンが2人いて楽しさ2倍3倍だよみたいな僕は10人いるから10倍だよってなっちゃうもしかして。 <laughs> そうそうよくわかんるそう楽しさ2倍ですまあ多分 J2 今んところ岐阜が昇格しなければ、まあ、現在の J2 に推しチームがまだないのでここに多分できるとだいぶいろいろやばくなってくる。 だからもう多分推しチーム、まあ、でもここまでこうなんて言うんですかねのめり込めるチームはやっぱギフト名古屋だけかなってやっぱ地元っていうのも大きいんですけどだけかなまあしいて言うならビアティンっていう三重県の、ね、JFL のチームがあるんですけどあのここが J リーグ参入してくるとだいぶ「三重行きたい」ってなっちゃうかなこれこれが結構懸念懸念点です。 でも今回2日間通してお土産とかチケット代とか含めたらまあ結構目をつむりたくなるねあの金額ではあるけど移動費だけだったらみんなが思ってるより抑えたと思ってます結構 <laughs> あそうですキングカズ選手がいるのはアトレチコ鈴鹿です。イエーイ そう三重は、まあ、普通にまま坂の出身地なのもあるしおばあちゃん家があるのでちょっと肩入れしちゃうよね。バスがもう本当にあに、のー、ただあのほんなんていうんですか渋滞に巻き込まれるっていうのはもうだいぶあれなんですけど痛いですけどもうそこを除けばやっぱめっちゃ魅力的な乗り物。 なんでこんなにお安いんだみたいな感じでしたほんとにそうなんですなんかでも今日今日っていうかこの2日間行ってなんか普通に鹿島鹿島は移動時間の方が長かった鹿島だけじゃない でもどっちももしかしたら移動時間の方が長かったかもしれないけどなんか全然日帰りで楽しめるくらい入れたから <coughs> ね本当にでもそうだよね運転手さんめっちゃ大変だよね本からもう本当ありがとうございました、はい、疲れて 疲れてないわけはないけどそんな疲れてるようには見えないよねそう免許取って車買えばいいのではいやどうですか車ってやっぱ結局維持費とかすごいからさ現実見据えてるタイプですはい足は昨日 昨日は90分飛び続けてて今日は前半は座って見てたのであれですけど後半は立って飛ん,で飛んだりはしてたけどなんかそんなかもしれない普通に足よりあのこう座ってたことによる腰への負担すごい <laughs> 今はもうだいぶやっぱ動いたから <laughs> 元気ですけどあのやっぱ何時間も座りっぱだとすごいですねお腰が大爆発 何歩くらい歩いたたんだろう全然数えてなかったでも今日は鹿島は全然なんか美味しいものも別に食べれなかったしあのスタグルーくらいですねスタグルーでもつ鍋食べたくらいでなんか鹿島っぽいものも食べてないんですけど今日はもうめっちゃ満喫しました普通に普通に白えびコロッケ食べてお寿司食べて何食べたっけもう,もう富山のベビーカステラめっちゃうまかった <laughs> ベビーカステラ食べて お勧めされたので牛タンシチューとイカ焼き食べました五平餅もおすすめすすめしてもらったのでごへんで五平餅お店見つけられなかったから <laughs> 食べに行けなかったんですけど食べましたそう外芋ブロック悩んだんですけどちょっと寿司食べたかった。 お寿司はちょっと奮発していいやつ買ったんですけどもうねままさかと電話しながら食べてたのねあのテイクアウトだったから岐阜の岐阜のじゃない富山のスタジアムのベンチで食べてたんだけどなんかもう電話しながらあのイヤホンで電話してるからなんかさかはいじゃあまず何から食べたでしょう」みたいな「はいうまー!」ってやってて <laughs> それをずーっとままさかはあの聞いてくれてました「うんうん」って言いながら聞いてくれましたちゃんとねあの 何から食べたかも予想してそう, <laughs> そう全部消えてくれてました優しい増す <laughs> 寿司はちょっと長崎が苦手なので食べれなかったんですけどお道はさなかったです <laughs> そう <laughs> マジでうん、ずっとん基本的に電話しちゃうのねすぐすぐ電話しちゃうから一人だとみあの一人ぼっちの道だとすぐママさに電話したくなっちゃうからうなんか一時期なんかままさかさんをあの働いてない時期があったんですけど、まあ、それはねあると思うんですけど人間なので毎日なんかこう事務所から事務所の最寄りまで行くそのたった数分の時間で電話みたいな。 電車降りたら電話バス降りたら電話みたいなもうそれがルーティーンだったから、うん、かわいそうだったなって今思うとかわいそうほんとにねはいそれぐらいもう何かあるとすぐままさかに電話しちゃいます携帯の充電切れなかったねでもなんか もう 3, 3時間くらいしか寝てないからっていうのが一番の理由なんですけど大体いつも寝る前に携帯充電するときにモバイルバッテリーも一緒に充電するんだけどモバイルバッテリー3時間しか充電しないと100%までたまってなくてめっちゃ焦ったえ充電ないみたいなそうそんな感じもうダメだねサッカーの話しかもう今日は許してほしい本当今日は待ってダメだ待って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  ちょっっと一旦待って <laughs> うるさいなこの人パスワードがわかんないちょ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 ,ちょっと待って。 ちょっ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 、え、なんか私のショールー流れてる。うるさい、うるさい、うるさい。<laughs> 違うんよグランパスのルヴァンカップ優勝の記念グッズが今日までなんですよ危ないよく思い出した私ログインログインわかるかなちょっとパスワード頑張って思い出せこっちだよね ええー、やばいどどっちが違うんー。 信じられないよねこんな配信してるアイドルあん ID が違うえっ、ー、こっちなのかなダメだできないわログイン <laughs> ねえパスワードが分かんないパスワードじゃない ID もうパスワードも分かんない <laughs> バケモンみたいな配信しちゃってるごめんなさいあーダメだえー ちちちちょ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 一瞬一瞬配信一瞬配信止めるねごめん本当にはいわかりました <laughs> うん普通に時間もうやばい CM もこんな配信がやばい <laughs> はいえっ、ー、と パスワードってさ、なんか何個も作っちゃうんよしよし、来た来た来た,きた <laughs> 間に合う間に合う行けましたログインできましたてかよう、思い出せたよね 結構だいぶこれでも就職選択してマフラータオルを買うか今じゃマフラーを買うか悩んでるんだけどどう思うみんな優勝マフラーってどう思うでもつけないよね絶対やめとこうかなじゃ確実に買うものはね決めてんねん。 つけるかな絶対使わないけど買った二度と買えないからいやまあ確かに確かにどれだっけ一番下とかだったっけアクリルスタンドじゃないなこれじゃないこれじゃないこれえいと、はい、<う>顔が映んないですね これだこれとこれとあとはニットマフラー買おうか悩むゴールドマフラーあまあ、ちょっとゴールドマグカップ買ったマグカップちょっと家にいっぱいあるからさあれなんだよねえでも確かにだってこんな記念品ないよねだってうちらチャンピオンだし買っちゃおう ピョンだからね。多分きっと第二弾も買うんだけど、一旦とりあえず第一弾買うね。はい合ってます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 。ますますますおお思ったより <laughs> 思ったよりあれかもしれない。はい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 もう何度お買い物してるかわかんないからグランパーショップで全部全部完璧。 全部完璧でないねい。はい。はい、合ってる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 、はい。合ってる。は合ってる。オッケー。 買いました <laughs>。よしよし。よしよし、買いました。ありがとうございました。2> 第二弾は。第二弾は多分第一弾ほど買わないような気がしてるから。多分大丈夫。買いました。ありがとうございました。 名古屋グランパスのちょっと罠はあの私のカードが使えないっていうところ <laughs> <laughs> だから忘れないようにしないでねまさかさんに返金するの <laughs>、えー、皆様、えー、ご迷惑おかけしました、まあ、まさかに携帯だけ返したらすぐ戻ってきます でもファンクラブ会員だから送料無料だしねにゃハハハハハハ背番号1じゃないんだいいよ見せてあげるもうスタジアム行くことないからじゃーん11でした J3 の得点王ですから私の先見の目です <laughs> 先見の目です Okay、メイか <laughs> そう次のメイです、はいいや今年は絶対にでも悩んでたのが田口選手田口選手買うか藤岡選手買うかめっちゃ悩んで藤岡選手買ってたので田口選手買ってたらねちょっと移籍されちゃったので他のチームにあれだったかもしれないです 今治の選手が抜いたんだでもまだ大丈夫だってあと2試合あるから <laughs> そうそうなんですそう確かにそういえばあれですもんね岐阜のユニもグランパスのユニも勝ったけど背番号見せてなかったもんね藤岡選手でした今年は去年はサポーターナンバーでも来年12番になりそう 確かに岐阜の家に来て名古屋グッズ買う女でも今日はちゃんとグラサッパだってバレないようにあのグランパスのグッズはもう全然身につけずに行きましたこのユニフォームはもう去年の1月とかに買いましたそうでもなんかもうだってさ再来月再来月にはユニフォームが発売されてるわけじゃんやばいよね アグレッシブだしなんかもう,もう今年マジで得点量産マシーンです去年 FC 岐阜で得点をたくさん取られた選手確か 5, 位5番目くらいだったような気がするんですよ藤岡選手が5番目くらいだった気がするんですけどうもう猫こぎ4人くらい移籍しちゃったんでいや5番目は違うか山内選手だったかな、まあ、とにかく去年はもう 得点岐阜の得点ランキング上位みんな根こそぎ移籍しちゃったからでも今年は絶対藤岡選手だろう <laughs> って思ってましたからイやイ FC 岐阜のハイライト動画中ちゃん映ってないか探しちゃったもしかしたらって人いたでもダゾーンのハイライトを見たけど映ってなかったです <laughs> ダ二イイ点目の2点目か富山の2点目の得点シーン見ててあれ富山の2点目ってセットプレーだったっけと思って見てたんですけどギリギリ打つてなかったねどの得点シーンにもこれから恐怖の移籍退団シーズンが始まります特に降格してしまったチームはちょっと怖いですね 広角の一番怖いところはここじゃないですか。主力選手が結構根こそぎ引き抜かれそう。そうなんですよ。去年、去年だから、去年はそれこそそういうことですよ。岐阜の得点ランキング四位。 そぎなくなったのはみんな引き抜かれちゃったから上位のチームトップ3全員 J2 行きましたもんね確かトップ3かなトップ3じゃないいやトップ3だったような気はするようなそう,そう,そういやもちろんステップアップっていう意味ではすごいいいことなんですけどやっぱそのチームを応援してるサポーターからするとちょっとツルツラーってなっちゃいますよねそ <laughs> そうそう まあこれはスポーツ応援してたらねでもなんかめっちゃ負の感情はないな私は頑張ってほしいと思いますそのチームでもただうちと対戦する時だけは控えめでっていうね <laughs> そうそうなんかそうだよ11月末くらいから怯え始めるんだから。 対談,対談情報来ちゃってお中坂はあの名古屋グランパスと FC 岐阜の X だけはあの通知オンにしてるのであのー、ピロンってくるわけですよだからなんかそうリリース情報を着たらちょっとドキッとしちゃう。 <laughs> そうそう噂うわさはね信じないうわさは信じないよいい噂しかね <laughs> そういや中ちゃんはもう SKE 一筋人間ですから全然ゆるがにゃんええもう50分今日はちょっとギフトオンにしてたので読まなきゃな こんなにサッカーの話しかしなくても本当にごめんなさいなんですけどちょっと一旦謝罪探してたケープこんなところにあったんだけど謝罪したらケープ出てきたそれでは終わりたいと思います 充電してるから届かない違うですよ昨日この部屋でメイクしてたからメイク配信してたじゃんでメイクポーチの中に入ってたんですよなのにメイクポーチがいなくなっててえマジでどこ行ったんだろうって思ってたらこんなところに落ちてました <laughs> 終わりまーし えピーマンさんお疲れとうとう揺さぎさんハートがろうさん稲荷風船カエルさんハートがろうさんレインボーピンクのあざらしさんわかるうんうんうんシャーさんポップコーンピンクのモコモコウサギさん稲荷ポップコーンめがねさんおはなブ,ブグぐぐさんハートピンクのあざらしさんポップコーンサメさんえーラブレターラブレターマイク持ってる女の子さんお疲れサッカー選手さんレインボー中坂パジャマさんダルマだるまだるまえーピースさんだるまイヤーさんレインボーえ中坂パジャマさんタラのオーバレンタイン中坂さんポップコーンピースさんポップコーン、えー、マイク持ってる女の子さんポップコーンパンダさんキノ うかだけってこと <laughs> え？ピースさんハートカエルさんハート、えー、ふいちゃんコリラックマさんハートおうまさんきのこふいちゃんコリラックマさんポップコーンピースさんハート、えー、中坂さんいなりんポップコーンブラーボーえはいかいさんポップコーンピースさんハートネギトロさんポップコーン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 たべたい。えーののさんお花 ナシンガヒルさんポップコーンブブググ,グさんハートピースさんハートえー、熊に囲まれた女の子さんハートバレンタイン中坂さんハートル,ルンルンネさんポップコーンえナ、ー、シがガヒルさんハートル,ルンルンネさんポップコーンおきいさんだるまだるまだるま仮面ライダーさんポップコーンおしのくまさんポップコーンおきいさんだるまだるまだるまダンシンガヒルさんポップコーンイコロブちゃんさんレインボーノノさんお花なえー、ウキーさんだるまだるまカエルさんハート 仮面ライダーさん、黄色さんン、ウキイさん、だるまだるま、洗濯タのノノさん、ハート、ウキさイさん、ライフライフ、バレンタイン、中坂さん、ハート、ルンルンネさん、ハート、ウキきさん、ライフライフ、ピースさん、ハート、おっきいさん、ライフ、ライフライフ,ライフ、ピ,ピッピー、フピピピフーさん、イナリン風船。あ、間違えた、イナリンポップコーン。ウキイさん、ライフ、ピピ,ーピフェイピさん、ダラノオブ、洗濯タのノノさん、キノコ、ピマーマンさん、結婚して、自転車、ラスカルさん、ポップコーン、オーマさん、キノコ、ルヌヌコンルンネさん、お花 サメさんラブレター黒猫さんポップコーンピッピーフーピーさんポップコーンカエルさんハートシルルルンさんお疲れネギネギさんポップコーンシルルルンさんお疲れラブチョコ寿司さん緑なるまとうとえさぎさんハートピースさんネインボーネギネギさんポップコーンシルルルンさんお疲れえー ラブチョコ寿司さん。緑、だるま、ピピヘピさん。ポップコーン、シルルルンさん、お疲れ。ネギネギさん、ポップコーン。黒猫さん、イナリン風船、ネギネギさん、ポップコーン。白の熊さん、イナリンポップコーン。シルルルンさん、お疲れ。えー、紅白猫さん、キノコ、ネギネギさん、ポップコーン、ポップコーン、ひつじさん、わかるうんうんうん。チョコ寿司さん、ライフ、大間さん、だるま、バイク猫さん、お疲れ。ネギネギさん、ポップコーン、ひつじさん、わかる、うん、うんうん、シル,ルルルンさん、かわいいつもなかった、かわいい、かわいい、かわいい、結婚して。 サッカー選手さん、尊い。自転車ラスカルさん、とランのオープピンクのもこもこうさぎさん、いなりんポップコーン。カエルさん、ハート。ネギネギさん、ポップコーン。メガネさん、お花束。アンマンさん、結婚して。シルルルーさん、ポップコーン、ポップコーン、ポップコーン。ブブググさん、ハート。イチゴさん、ハート。シルルルーさん、ポップコーン、ポップコーン、ポップコーン。ポップコーン、ポップコーン。いなりんポップコーン。 サッカー選手さんレインボーマイク持ってる女の子さんレインボー赤のサイリオンブンブンサギさんレインボーえオルーおるさんだるまピピヘピさんレインボーありがとうございます他にもギフト投げてくださったたくさんの皆さんありがとうございますイエーイということで今日もたくさんのギフトありがとうございますもう終わりだそうなのみもまだ全然いっぱい話したいんだけど強制終了のお時間なのでまた明日も見て <laughs> 明日は公園だね ということで、皆さん今日もたくさんのギフト本当にありがとうございます。イエーイ、ありがとう。では、続きまして、えー、ランキング読みたいと思います。改めて今日もたくさんのギフトありがとう。 では二十からじゃない、で、今日の中身七十三位はでけでけでけでキラキラ星のアバターの遠方民さんです。ありがとうございます。惜しい皆さん、狙ってくださった皆さんもありがとうございます。ありがとう。明日も公園に来てくれるの、待ってます。皆さん待ってます。<laughs> ということで、今日の七十歳の方、おめでとう。 続きまして、えー、ランキング20位から読みますいきますせーのかつりんさん、ちゅうとろさん、丸橋ひろやきさんどんなんですかさん、すーげーさん星のぎる仮面さん、かわちゅうさんありがとうございますということで今日の20位から10位の皆さんありがとう <laughs> 13位 えー、マコさんありがとうございますせーの絶対アイドルやめないでずっと12位スーパードライさんありがとうございますバイク猫ボーンボンボンにゃー,ボー,ボー,ボー,ニャー11位水野根さんありがとうございますグワ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 10位はミさんありがとうございますサッカー選手ブラーボーブラーボー <laughs> 9位マックフロント3人でございます。しゃーしゃーフフフ8位ダーダーマツ3人でございます。あー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 。7位ワッキー3人でございます。ピーマン。ピーマン。ピーマンフフフフ。<laughs> 6位ナガッペ3人でございます。ベイビーベイビーベイビーバブー。5位アポリー3人でございます。やー

せーのガローさんガローさんガローさんもう一丁ガローさんありがとうございますということで皆さん今日も配信を見てくれてありがとうございましたコメントしてくださった方星やギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェックダイフゴートショールームのフォローついたターとインスタグラムのフォローアメブロのチェックよろしくお願いします席運が良くなりますようにみんなの全ての皆さんの明日の、えー、いい席でありますように はい、まあ大丈夫ですどこにいても推しメンが見れれば神席です <laughs> ということでえー、明日は S 公演ということで来、あのー、れないよーって方はまた配信とかで見てくれると嬉しいですよろしくお願いしますでは皆さんも月曜日なので明日は早く寝ましょうおやすみなさい今日の3連単は今日何日 ?10 日 ?137! ああ残念。てか観覧車もカジけんも今日までだったんだね。行けなかったわ <laughs>。ということで4766盛り上がりありがとうございました。また明日の配信も見てください。せーのいちゃんじゃんけんポン集めてほい今日の合言葉はただいま名古屋。バイバーイ。みんなありがとうおやすみ。<laughs> バイバイ。